そうですか、お久しぶりです、ね、お久しぶりですICL じゃあもう変わったんですね、いろいろ、ね、そうですね、ICL 進化して、はい、どんどん進化してきましたね。で ICL ってあれですよね、目の横にちっちゃな穴開けて、はいはい、そこからあの、まあ、コンタクトレンズみたいなの入れるわけですよね、はい、あれってすごい長い間持つんですか。そうですね、あの、まあ、最初にヨーロッパで入れられてからもう20年以上経ちますので、日本でももうそろそろ14、15年になりますから。でもなんかその頃ですよね、はい、僕が歯のインプラント入れたのそれぐらいなんで。なるほど。ちょうど20年前ですねもうその頃からやっぱり ICL もインプランタブルと言われたように挿入するレンズですね。20年か、結構ですね、はい、まあ歴史はどんどんと新しく変わっていきますが、あ、まあでもね ICL、まあ、レーシックが適用されない人たちにも、僕はレーシックですけど、はいはい、そうですね、おかげさまでもう、そう、レーシックが 10年ぐらい経ちますか、ね、はい、10年以上経つのか、うん、堀さんも受けて全く変わりがないですね、順調に見えてますよね。順調に見えてます、あの視力は全然、はい、老眼は来てますちょっとずつ、まあ、堀さんの場合近視が軽かったですからね、あのレーシックでも、はいはいはい、そうですね、はい、いや、めちゃくちゃ良かったですよ、ベーシックは、はい、僕はすごく QOL 上がりましたね、うん、ものすごく上がりましたね。まあ、レーシックもすごくいい手術なんですけど、ね、やっぱり近視が軽い人は接触量が少ないので、うん、あの視力も低下しないですし、いいんですけど、やっぱり近視が強い人はたくさん削ると後から戻ってしまったりですね、視力の質が落ちたり、ね、たくさん削ると戻るんですか。そうですね、やっぱり組織は再生しようとしますので。ああ、そっか、そういうことか、はい、最初良くても 2,3 年で視力が落ちてくるっていう人いますよね、はい、僕はもう全然超快適ですおかげさまで。何よりです。レーシックだから、まあ僕もいろんな人たちに勧めて、 でも意外とレーシックできない人多いんですよね。そうですね、あのやっぱりレーシックの場合の近視の度数と角膜の厚み形というのはすごく制限されますから、近視が強い方はたくさん削るためにやはり厚みがないと、また当然角膜の形が正常で切れてないとできないと、そういうバリアがありますから、やっぱりレーシックご希望でもできないという人は1割ちょっといらっしゃる方ですね。あれレンズはその歪んだ角膜とかそういうのに合わせて作られてるんですか。ICL の ICL、はい、ICL はですね、歪んだ角膜ではなくてその方の近視乱視の度数に合わせて作りますから、コンタクトレンズの眼鏡と全く一緒ですね。でね、みんな綺麗に見えるようになってますよね。そうですね、はい、であれの場合はレンズを挿入するだけで中の水晶体とかは取らないんですよね。そうですね、あの有水晶体眼内レンズって昔は言われましたが、透明な水晶体の上にレンズを乗せますので、うん、はい、水晶体を残したままコンタクトレンズと同じようなレンズを目の中に入れてしまう度付きのレンズで視力を矯正する。まあ ICL のその唯一違いはレーシックの場合はレーザーでやる手術ですけど、うん、ICL の10社がやる手術なんですね。レーシックの時には日本に国内でレーシックをやっている出頭してた医者が500人から600人いたんですが、 ICL は国内で今200人、ライセンスがないとできないんですね。でライセンス持ってるのが200人ですけど、実際手術してるのは100人ちょっとくらいです、ね、ですからどうしても施設があるので限られてしまうこと、基本的にそのレーシックは眼科医なら誰でもできるんですが、 ICL の場合は白内障ができないといけない、目の中にレンズを入れる手術ですから、まあ、白内障と一緒の手術ですから、白内障も3社がやってるので、るちょっと少し限られてしまうというところがありますね。あ、まあ、その辺がボトルネックになってくるのかな。そうですね、はい、ただまあでもその分あの基本的には眼科専門医がやってますから、白内障も3社で安心して受けていただけると思いますね。いや、これからね高齢化が進んでくるわけですからね、みんなやりたいですよね手術。そうですね、本当は時代はもう若い時からずっと生涯眺んで見えるようにすることができる時代に目はなってきてますね。そうですよね、まあそうか、でも老眼は関係ないですよね。だから近くを見えるピントのレンズを入れとけばいいわけですね。そうです、そういうことですね。それ費用的な問題でいうとどんな感じなんですか、費用感でいうと。そうですね、まあ、例えば眼内コンタクトレンズ ICL の場合はやっぱりあの費用が大体平均で60万円くらい、量感ってレーシックの倍くらいですね、うん、でそれはどうしてもレンズ自体がちょっと高くなってしまって、ただやっぱりコンタクトレンズも
今安くなりましたけどね、10年20年使ったあっという間にアイシェルと同じような費用になってしまうんで、まあ、保険が効かないのでちょっとね困難でありますけど、その老眼用のICL もこんなもんですね、はいはい、そうですね、それをもうちょっと高くて80万くらいですね、両眼で、普通の近視用が60万、大体老眼が80万くらい。そのレーザーの白内障のやつはどれくらいなんですか？レーザーの白内障はうちで今150万くらいですね、大体相場で120から150、60万くらいですね。ちょっとやっぱり保険が効かないのでね、どうしても重診療になってしまいます。逆に言うとやっぱりそれだけのものが、その保険診療ではレーザー自体ももう5000万6000万する機械ですからね、なかなか保険診療にそういうのを導入するというのは難しいんでしょうね。でそれにあれですか、さらにあれがかかるわけですよね、眼内レンズとか入れたりとか、それも入れてですね、あ入れて、全部、あ全部入れて、多焦点、多焦点と眼内レンズと、あなるほど、はい、全部入れてそれぐらい、そうですね、100万円ですね、はい、でも QOL 上がりますよね。そうですね、まあとにかくやっぱりあの ICL の場合は皆さん裸眼になるということがね、一番すごくレシックと同じように快適ですし、でまあ今新しく今度は少し年配の方は老眼の矯正もできて、近くも見える老眼矯正の ICL ですね。でそれから最後に話したレーザーの白内障で、年配の方は水晶体を取って遠くの近くも裸眼で見える。でそういうのは全部自由診療で、まあ、やはりなかなか保険診療というのはね、限界がありますので、そういったところは自由診療が必要ですよね。でそれってその大体みんなどうやって知ってくるんですか？そうですね、今日あの堀本さんに来ていただいてね、こういうふうにあの話させていただいてますけど、やっぱりまだ ICL というのが眼内コンタクトレンズという日本の名前ではそういう形で広がってますけど、なかなか広がらないですよね。でいろんなメディアの方に取り上げていただいたり、まあ、取材を受けたりとかですね、あとはまあ著名人の方が一部受けたりして、そういうところから少しずつですね。レーシックも堀江さん受けたのが10年くらい前ですよね。ちょうどレーシックのピークは2010年8年から10年が一番ピークでした。で、まあ、今レーシック ICL の場合はまだそこまでいきませんから、おそらく ICL もここから5年10年くらいでかなりここにやるまで、まあでもね、そろそろ競争が起きて、あの機材とか、そうですね、あのレンズとか安くなっていく方法なんでしょうね、多分レーザーもそうですね、はい、それは今ねこうやって ICL で、そうですね、眼内レンズで、はい、しかも水晶体まで破壊できるようになって、はい、そうですね、素晴らしい、まあ、どんどん本当に目のこういった手術は進歩して、若い近視の人は ICL、その上の老眼の人には老眼の ICL、そしてその上の白内障の方はレーザーの白内障で、結局皆さん人生メガネコンタクトなしで遠くから近くまで全部見えるのを続けることができるというのが、そういう時代になります。